アルベール・カペラニは、フランスの映画監督、俳優、脚本家、映画プロデューサーである。アメリカ合衆国でも活動した。1874年8月23日、フランスのパリで生まれる。3歳下の弟ポール・カペラニは後に長じて、俳優となった。当初のキャリアは、舞台俳優であったが、映画界に転校し、1904年1月12日に、 パテフレールが公開した短編映画ポーディー・アーネを監督したのが映画界での最初の記録である。以降、パテフレールの重要監督として短編映画を量産1907年に監督したおとぎの森は同作を機に主演のマックス・ランデーをスターにし、同社の無限劇の中でも最も著名な作品となる。1910年にはジャン・ラシーヌの最後の儀曲、 アタリーを映画化、同作は日本でも、1912年7月1日、幼いカオルの大成名作活動写真会で、エッセリア女王の代で紹介されている。1913年に監督した、長編映画、アーム城で名声を得て、1915年、アメリカ合衆国に招かれる。メトロゴールドウィンメイヤーの前身のメトロピクチャーズで、1919年、 アラ・ナジモバの同社入社第一作として監督した、紅明かり祭りは、日本でも、翌1920年12月16日、正規輸入した平尾商会のプリントを、大正活営が同台で、上海から並行輸入した中古プリントを国際活営が赤道路の台で、それぞれ配給し、同日風切りが行われた。1922年、若ダイアナを監督したのを最後に、 アメリカを去り、1923年フランスに戻って、アメリカで得た技術を紹介しようと試みたが、うまくいかなかった。同年から麻痺を病み、以降、深刻な病状と逼迫する財政に苦しんだ。1931年9月26日、パリで死去した。万57歳没。カペリニ作品は、パテフレール作品が一部現存しており、 2010年の第24回ボローニャ復元映画祭で、同社でのアーム城やハリウッドでの紅れ明かり祭りをプログラムに含む特集上映が組まれた。おとんぎの森は、小宮富次郎コレクションの一作として、東京国立近代美術館フィルムセンターが所蔵している。特筆以外すべて監督作である。1904年から1915年の時期の140作に、 関しては短編が多く主なものに留めた。ありがとうございます。